こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才外野手作成、左投げ左打ちの外野手、フォームはレイディー、好きな球団はわらびくんから流し打ち狙いで中日でいきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。これは初期値いいんじゃないの。ドン 160H、 悪くはない、悪くはないが、とりあえずシャッフルするか。さあ、なんだい、野球超人伝引けると思ったんですよ。今弾道も入る、もう完璧かよ。いやー、もうね、初手勝ちましたね、勝ち申したね。あー、そこの赤はすげー邪魔だな。その赤は、うわー、ステージチヤホヤはガチる。それはガチすぎる。あー、やる気下げたくないから、もうこれはもういいや。よし、これでステージはいい。いや、もうね、野球超人伝引けただけでも十分ですね。お腹いっぱいです。さてと、どうしよっかなー。こっち行こうかな。はい、鳥海強い。はい、ムジアオ強い。やってしまったようだな。で、選手に合うじゃん。ロイ君守備、まあね、ぐるっと回ってここですね。うい、いてからの守備で全回復になるんで、大島さんで補給、ナイス、10輝く、やばわ。これやる気取っとこう、やる気2つ取っとこう。で、これで、ステージ強っ。275。シャッフルして、ここに赤おにぎりが来ないとね、大丈夫ですね。はいはいはい、余裕ですね。いや、来てもよかったんだけどね。うん。余裕があるんで、赤踏んであげてもね、赤おにぎり踏んであげてもね、よかったんですけどね。そう言って今来たら面白かったんだよな。なんも面白くないけど面白かったんだけどな。身長通る、オッケー。で、赤1個。あー、いや、2個。で、やる気ダウンか。それ痛いな。まあ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 、大丈夫。拾う、守備強化、いいでしょう。現象、痛い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 、やめろ、やめろ、やめろ。えい。えい。いや、んだ、んー。マジ？うわ、弾道惜しかったけどね。野球超人伝2発目。いやー、しかも弾道入りと。うん。強っ。箱二つで野球超人伝を2回引いていく。それはガチですね。ガチってますね。いやー、1回上、もう1回戻ってもよかったな。やべー、野球超人伝が強すぎる。はいと。ナイスー。気温能力3球。落とす？オッケーオッケーオッケー。犠牲犠牲犠牲。これは赤ね、1個は踏まなきゃいけないと。これこっちですね。どこかのハッチ、流し打ち強い。ただ箱も行きたいと。流し打ちの、あ、嘘、もう流し打ち入っちゃったからね。うん、補給7ですね。さあ、もう一回野球超人伝とかいうね、神になってくれませんか。パワー、うわー、強い。14、最大値を引いていく。止まる？おーっと、止まって。止まってくれた。おーっと、これどっち行くかだな。左行ったら横列ずっと行きそうだね。右でもその後上行ったらって思えばいいんだけど。どっち？あ、オッケー。あ、これはもろたで駆動だわ。せやかて駆動ですね。サンキュー。いいね。いや、強いわ。あー、強いわ。どうしよっかなー。こっち来てんだよなー。けど、やる気落としてもいっか。今、あげてくれた分ね。よいしょ。強い。強い。やる気超人伝二つは、嘘。違う。野球超人伝ね。やる気超人伝ってなんだよ。やる気超人伝はちょっと逆に欲しいわ。ナイス。
やべえ、つえ、待て待て待て。で、はいと、もう勝ち申したね。まあ、この絵が一旦怖いかな。よし。オッケー。なんでもいいな。肩、オッケー。いや、ミートに変えてね、ミートを最後上げられたら、うわー、いて。はい。止まる？どこ？あー、ワンチャンあるか。1,2,3,4,5。いや、ワンチャンあるな。でも赤2ついって、その後パワーって思うといらないな。待てよ。1,2,3,4,5,6。とりあえずね。いやー、ミート欲しかったけどな。とりあえず守備にして、回復して。あー、ないね、ないね、ないね。終わったー。それでも素晴らしい選手できましたー。ありがとうございます。これは今日は調子がいいぞということで、名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星568からコムヤくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。圧倒的な基本能力、素晴らしい弾道4ミート B パワー S。 これはホームランを期待できるでしょう。ただし特殊能力流し打ちのみ。果たしてどんな成績を残すのか期待してオートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割4分9厘。見事首位打者のタイトル獲得、ミート B で達成。見ていくと、199安打、こちらもトップでまさかでした。で、2塁打34の3塁打が3、ホームラン33本、第3位とね。弾道4のパワー S100、 ミートも B だったんで、多分強振は増えてたとは思っていたんですが、まさかのね、ホームラン王を取れないと。そして打点は124で、こちらも第3位。村上くん、取ってしまったんですが、岡本さんが、ホームラン王の打点王がね、村上くん、もうね、3人で分け合いましたね。で、124打点優秀かと思いきや、得点圏打率がね、通常打率よりもね、4分5厘こんな低いんですよね。ここが多分打点王になれなかった、敗因なのかなと思います。小宮くん頑張ってはくれたんですが、思った通りの成績とはいきませんでした。で、フォアボール数と四球数。なんかラッキーって感じだね。77の7。で、盗塁20個。4番として今回総力 A だったんですけども、20盗塁。7割6分9厘の成功率。走れる4番としてよく頑張りました。あとは、猛打賞20回。これは同率ですね。モンテさんと。で、あとの数字はこんな感じ。OPS はトップ 1.021。 今回小宮くん取ったタイトルは新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、首位打者、最多安打の合計5つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。